どうも、エルコンです。本日はドラクエ10の新たなコインモス、究極エビルプリストの初見討伐の模様をお送りします。フレンドと行く楽しいコインボス攻略で、まさかあんな悲劇が起きるなんて、この時の僕は思ってもいませんでした。4月29日の公式放送で、いきなり5月1日の実装が発表されたため、予定を合わせることができず、夜10時を回っての参戦となりました。僕の周りのフレンドは、比較的ガチ勢が多いので、新しいコインボスに乗り遅れると、一緒に行ってくれる人がすぐにいなくなってしまいます。この日も必死に声をかけて、ようやく持ち寄りのメンバーを集めることができました。いつも僕を支えてくれる素晴らしいフレンドたちに感謝と意識高い系 SNS ムーブをかましつつ、諸先輩方のアドバイスに従い耐性装備を整えていきます。術耐性というのは薬局とかで買えばいいんでしょうか。ミリコさんの生配信中にご変換による放送事故があったようですが、を含めてカットしておけば問題ないでしょう。久しぶりの動画編集なので、開幕1分間にピーオン2回と飛ばしておりますが、呪文耐性の話をしているだけなので安心してください。当チャンネルではお茶の間で流しても問題ない動画作りを心がけております。ちなみに今回の究極エビルプリーストの報酬アクセサリーは、みんな大好きバトルチョーカーや中性のチョーカーの上位にあたるラストチョーカーとなっております。去年のクリスマスにサンタさんからのプレゼントとして先行して配布されて以来、4ヶ月も引っ張ってようやくの本実装となります。これで弱かったらぶっ飛ばすぞ。スクエニラストチョーカーに関する考察は後日ピーオンなしでアップする予定なので、そちらをお待ちください。ただいまラストチョーカーを取りに行くために、ラストチョーカーをつけるべきかを審議しております。僕も若い頃には金のロザリオや竜の鱗は甘えであるとツイッターでいきり散らかしては、僧侶をメインとするプレイヤーたちを中心に反感を買っていたのですが、あれから時が経ち、家庭を持ったことで守ることの大切さを知りました。実装日のコインボスは1枚50万ゴールドのコインを持ち寄ります。かけがえのない自分の財布じゃなかったフレンドの命を守るために、ここは素直に竜の鱗をつけておきましょう。時には信念やプライドよりも大切なものがあるのです。そう、金です。じゃなかった、友情です。僕は友情には熱いタイプなので、ラストチョーカーの合成状況がリーチであるというミネコさんのために、アクセサリーの現物が一つ出るたびに迷宮を出て合成に行くことを提案します。なーに、フレンドに対する当然の配慮ですよ。まさかみんなを置き去りにして自分だけ卒業するとか、ミネコさんはしないと思うけど、裏切ったりしないと思うけど。ということで、固く友情を結んだフレンドたちとの究極エビルプリーストの僕だけ初見討伐が始まりました。絶対このメンバーで一緒に卒業しような。きっと卒業後も俺たち一緒にバカやってんだろうな。こいつらとなら俺はどこまでも行ける。そんな青臭い未来予想図を思い描きつつ、青春という名の迷宮を共に駆け抜けます。当然ながら扉を開ける前に導きの香水を使用して迷宮 NPC との遭遇率を上げておきます。何気にミネコさんが身代わりコインを入れてくれてますね。初見討伐となる僕へのさりげない配慮でしょう。それぞれが自分ができる形でパーティーに貢献しようとする魔法の迷宮における美しい光景。やはり俺たちはずっとも。残念ながら迷宮 NPC はいませんでした。空気読めないのでしょうか。ここで思わずアヒルちゃんのドレアに目を奪われてしまいました。まさかの竹槍兵スタイル。エルコを無駄遣いすることに関しては彼の右に出る者はいない。竹槍イエイ。さて、決戦前に今回の構成を紹介します。攻撃役としてバトルマスターブレスを無効化するレンジャー、回復役の僧侶にアイドル枠で竹槍兵となっております。万が一竹槍兵になれる人が見つからない場合は、代役としてガーディアンを採用すると良いとのことです。竹槍イエイ。ボスへのアタック前に料理を食べてステータスを底上げします。ここで星3を食べることで意識の高さを見せつけることが可能です。それでは新たなコインボス究極エビルプリーストに挑戦していきましょう。まがまがしい変身演出で盛り上げてくれるのは嬉しいのですが、周回を考えると複雑な気持ちです。立ち上がりは慎重に、まずは各種バフをかけていきます。新職業の竹槍兵ことガーディアンは味方が受けるダメージを減らした。一度だけ敵の呪文を跳ね返す魔法ターン。
パーティー全体にかけることができます。ブレスを無効化できるレンジャーと組むことで、敵の呪文とブレスに同時に対応しつつ、その他の攻撃のダメージも大幅に軽減するという鉄壁の布陣が完成します。さらにゾーンに入ることで防災城壁を展開することができ、陣上にいる間は全てのダメージを無効化するというチートスキルを持ちます。早速ガーディアンの強みが存分に生かされる展開となっています。ヤバそうな攻撃が来たので一旦回避します。切り返しからの最下の陣を設置。ブレスなんて効かねえな。くらえ、エルココン無双。この神業的ネーミングセンスすごくないですか。この怒涛の連続攻撃こそマトマスの真骨頂と言えるでしょう。チレ、エルドライブ。超早ぶさ切りの全開心気持ち。ここで究極エビルプリーストが変色しました。ドラクエを奥の魔王覚醒というやつでしょうか。調べてみたところ、色が変わるとエビプリが与えるダメージ量が 1.2 倍に上昇するそうです。ブレスと呪文を無効化しているため、この構成だとそこまでの脅威とは思えませんが、少し気を引き締めていきましょう。ゾーンに入り強化されているガーディアンはさすがに強いですね。さっきからあのドレアで槍ではなく両手剣を振り回しているのが気になりますが、強いから許してあげましょう。守りの霧の切れ目にブレスを食らってしまいましたが、テンションバーンの効果が発動しました。うまい具合にテンション消費しない効果も重なり、一気にスーパーハイテンション。いてつく波動だけは許すな。アヒルー、さっきからやたら狙われるアヒルちゃん、エビプリさん、竹槍兵に何か恨みでもあるんでしょうか。すごくどうでもいいんですが、エビプリって略すとなんか可愛い。ここでレンジャーの最強必殺技アニュビスアタックが放たれます。ほぼ同時にバトルマスターも必殺チャージ。これは最強奥義を放つチャンス。よろしくお願いします。ちょっと決め台詞の定型文が見つかりませんでした。ラッシュバーンに関してはしっくりくる定型文がまだないので、何かいい案があれば教えてください。ちなみにエラッシュバーンはあまりに魚感が強いのでボツになりました。ともあれ、無事に究極エビルプリーストの初討伐に成功しました。強さ的にはまずまずといったところでしょうが、こちらの構成が強すぎましたね。初討伐のお祝いとばかりにラストチョーカーの現物が2個も出ました。この勢いでアクセが完成するまで4人でガンガン周回していきましょう。このまま2周目に行きたいところですが、そういえば現物が出たら合成に行く約束をしてましたね。ミネコさんは俺たちのことを置いて行ったりしないと思うけど、手をつないでみんなでゴールしてくれると思うけど、念のため一旦合成しに行きましょう。まずは今日も美しいリーネ様にご挨拶から、その後は慎重にアクセサリーを選択し、リーネ様に全てをお任せします。高貴なるリーネ様は我々下々のものの卑しい気持ちをお見抜きになられます。雑念を捨て清らかな心で結果を待ちましょう。ジュー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 ジュなんということでしょう。まさか持ち寄り1枚目で早々に裏切り者が出てしまいました。俺たちの親友だったアヒルちゃん、竹槍兵のドレスアップで無邪気にはしゃぐ君はもういない。だけど俺たちを置いて一足先に大人への階段を踏み出した君を恨んだりはしない。たった一度の持ち寄りだったけど、確かにそこに絆があったと思うから。だから今は旅立つ君の背中にこの言葉を送ります。この裏切り者めが、もういいよ、残ったうちらは絶対一緒に卒業しようぜ。一人かけて三人になったけど、俺たちだけはずっと変わらず親友だよな。おい、ソックス。
それ、東京の大学の願書だよな。俺たち、親友3人で、地元の大学目指すって約束したよな。まさかお前、東京の大学に行く気じゃ。なんて、そんなわけないよな。呪文体制を、術に誤変換しちゃうようなお前が。こんな偏差値が高い東京の大学なんて。そうだよな、悪い。アヒルのことがあってから俺、少し考えすぎちゃうところがあってさ。今の話は忘れてくれ。まったく、どうかしてたぜ。たかがリーチになったくらいで、親友を疑うなんて。俺たちの持ち寄りは、まだ始まったばかりだしな。さあ、こんなところで油を売ってないで、さっさと行こうぜみんな。この先何年もお前らとの腐れ縁が続くと思うと、うんざりするよ。ミネコ王、優しかったお前は、どこに行ったんだよ。俺、お前があの時入れてくれた身代わりコイン、嬉しかったんだぞ。たとえ、負けることなんてないと分かっていても、お前の気持ちが、嬉しかったんだ。それなのに、ミネコも、アヒルみたいに俺たちを置いていくのか。もっと一緒に持ち寄りしたかった。お前と、いや、お前らと。具体的には、俺のラストチョーカーが完成するまで、一緒にいたかった。だけど、もう、お前らはいないんだな。わかったよ。ただ、俺は、俺とソックスは、お前らのことずっと、友達だって思ってる。だから、さよならは言わない。きっとまたいつか、あの頃みたいに。泣くんじゃない。振り返るんじゃない。行こうぜ、ソックス。俺たちは、俺たちの道を。